ちょうどきた。はい、あるよ。会見判定をご案内いたします。会見判定でますと、王様、判定が終了としましたので、会見判定をお越しください。会見判定でますと、倉田様、判定が終了しましたので、会見判定をお越しください。終了の知らせだ。ほぼほぼ終了の知らせだ。ご案内申し上げます。
ただいま20時から開催のスタンダード5段小出しビンテージブロックステージブニレブを行っております。5段が5段を入れらしいなど2名様ビンテージが4名様で大会成立となります。参加の希望方大会を設定変わったのでお待ちください。7期16名だと思います。で23期というのもあります。ベースのキープです。16から9に戻るんです。待ってる、分かんない、2回ペースにしたでしょ。考えた、16から殴って23、2回ペースにしたんじゃない、今9にしたんだと思う。あ、じゃあ現在14ペースして今の9ってことが間違いない。 OK、 じゃあペースブースと2になっちゃう。ペースブースねえな、分かんない、あってる、16で出て殴って23になって2回ペイセブンしてて14なら9のはずだよな。9だってね。あ、じゃあこのままでやってペイセブンしないです。まあ大バッチで大バッチで、はい、失礼します。あれ、準備がありました。いけないな、何でもいいな。回転査定の末の王、カイト様の査定が終了しておりますので、回収にカウンターまでお越しください。アップキープに回して、ドローして、メイ回して、タイド。ドキドキする？全然。何枚引いてんねん、手前。誘発忘れてしまったということで、あなたに対して警告を出させていただきます。15ですね。もう一回ぐちゃがいたらね、取りしてやってるんちゃう。